ルディ・フィリップ・ミシェル・カミー・ユジェストードは、フランス・ムルトイ・コール・エイ・コール・モゼル、ケン・エッセイ・コール・レナンシー出身のプロサッカー選手。ベナン代表。ポジションは、フォワード。16歳で、FC メスの下部組織に入団。翌年、B チームに昇格しプロ契約を結んだ。2007年にトップチームに昇格したが、あまり出番を得られず2011年に退団。2011年夏。 セビージャでシーズン前キャンプをしていたカーディフシティ FC でトライアルを受けた。7月23日、メディカルチェックを経てカーディフと正式に契約を結んだ。2013年11月26日、シーズン終了までのレンタルでブラックバーンローバーズ FC に加入。2014年1月1日、同様にレンタルで加入していたトム・ケアニーと共にブラックバーンに完全一席。 4月には21日のバーミンガムシティ FC 戦で初ハットトリックを達成するなど7試合で6ゴールをマーク。この活躍からリーグの月間 MVP を受賞した。2015年7月31日、プレミアリーグのアストンビラ FC に移籍。契約は5年で移籍金は600万ポンド。2017年1月4日、 プレミアリーグのミドルズブラ FC に600万ポンドで移籍。2020年11月25日、メルボルンビクトリー FC に移籍した。年代別代表ではフランス代表としてプレーしていたが、A 代表はベナン代表に変更した。ベナン及びアメリカにルーツを持つ。既婚者で子供が一人いる。ありがとうございます。